吉田さん、現在のコロナ禍でいろんな方が失業されたりとかね、転職がうまくいかなくなったり、懐に100円しかないとかね、最近で若者でもね、そうなっちゃうみたいですね。私は一人一人が、いろんな事情を抱えてらっしゃるんで、一刀両断にできることはないんですよ。自己責任論っていうのも私はちょっと度が過ぎていてですね、今の日本では自己責任じゃないことまで自己責任論というふうに押し付けてしまう方がいるんじゃないかなと思うんですよ。完全なる制度の失敗によって、もうルール自体が歪められた中でね、自己責任では及ばないような現象が起きてるんじゃないかなと思うんですよ。まあそういうのを前提でちょっと今回お話したいんですけども、ホームレスをしていた頃、私がですね、平和公園でホームレスをしていた頃に、いろんなお金の稼ぎ方を知りました。それこそホームレスの方ってやっぱり現金が多少必要なんですよね。ですから空き缶を売ったり段ボールをやったりとか、とにかくですね、ホームレスという方でもお金をもらえるところを探して、そこからですね、自分の空いた時間とか必要に応じてお金を稼ぐっていう行動をしてるわけなんですよ。まあ、例えば週に1回空き缶をこう集めてですね、で、1000円もらうみたいなね。空き缶というのは1個1円で買い取ってくれるところがあるそうなんで、1000個持っていくと1000円になるんですよ。でその1000円で1週間暮らすみたいな感じでね、自分の必要なお金に対して必要な労働を提供するみたいな感じで、ここにはですね、ほどほどに時間を切り売りして、1日に8時間とか週に5日6日っていう自由な時間はそこに手渡さないっていう風になってるんですよ。週に1回、まあ10時間ぐらいやってるんですけども、空き缶に関してはそれだったら別にいいんじゃないかなっていう風に私も思いました。週に1回10時間何か仕事をすることによって対価を得て、残りのね、1週間の残りの6日ってのはずっと自由なわけですよ。これ結構上手な時間の使い方だと思うんですよ。そしてですね、きっとその今回のコロナ禍とかね、リーマンショックみたいな失業の嵐に巻き込まれてない人ってのは富裕層と、もしかしたらこういう風なね、ホームレス層だったのかもしれません。ホームレスの方は世の中は不況でも自分に必要なお金ってのはコンスタントに稼ぎ出せるんですよ。そう考えてみると、お金を稼ぐ名人でもあると思うんですよね。そして時間を使う名人でもあります。必要な時間以外はお金をね、得るために売り渡さないっていう、そのマインドがきちんとできてるんですよ。教育を受けたわけでもないのにね。そういうふうに人っていうのは結局生き方を決めた時にできるってことなのかなと思いましたね。ただサラリーマン生活とかお給料をもらう暮らしに慣れていると、ここが見えにくいのかなと思うんですよ。でもホームレスの方ももともとはどっかのね、お勤め人だったんですよ。夢あふれて将来をものすごくね、胸膨らましたような、そんな青年時代があったんでしょう。20代、30代と。そして人生の途中で自分はそちらの方に向かってですね、ホームレスっていうのをやってみると、案外1年、2年、5年、10年できたぞと。場合によってはもうね、30年ぐらいホームレスをやってる方も私で出会いました。もう結構なお年でしたね。でも生き生きと暮らしてました。上手なお金の作り方、上手な時間の使い方だなと思いましたね。まあ、それに比べるとって言っちゃうとね、かなり、辛辣なことになっちゃうんで、私はそこまで言いませんけども、このホームレスの方が日々きちんと生きていることを考えた時に、まあ、よくテレビとかでね、取り上げられてると思いますけども、転職ができずに若者を襲う、なんかコロナ禍の悲劇みたいなタイトルでもつけるんですかね。見てないから分かんないですけども、そういったものってどうなんだろう。稼ぎ方はホームレスの人ですら身につけてるのに、なんでね、就職仮にもできたような人、もしくは就職を本気で考えてる人が稼ぎ方ってものを見出せないんだろうとかね、ホームレスの人に学べないんだろうと、ホームレスの人が何十年も生きているという現実に気づかないのかなと。結局そこにはお金を稼ぐっていうことができている人と、未だにですね、お金を稼ぐってものがなかなか見えてなくて、絶望だけが先行するっていうところの違いが浮き彫りになってるのかなと思っちゃうんですよね。まあ、究極ですね、私ね、別に何か仕事をしなくても、通り過ぎる人にお金くださいとか言ったらくれる人ってたまにいると思うんですよ。そのいい例がね、山口会長です。緑の窓口に行って片目をつぶって腰を曲げて、あー、財布がない、財布がない、お、財布がないんじゃけどねって、お金を貸してくださらんか。これを100名ぐらいのことに
方に、100名には言ってないと思いますけども、これを言い続けることによってね、言い続けることによってなんと2万5000円を出してくれる人がいるっていうんですからねまあこれこそね、山口会長すごいなと思いますけども、私はやりません、こういうことは。誰にでもできることではないとは言いますけども、究極どうしてもお金が欲しいっていうプライオリティ、優先順位が一番に来ると、このぐらいのことできると思うんですよね。私はアルバイトで、ね、ちょっと飲み屋に勤めていたことがありまして、売り上げを上げるためにはね、あの女性客が履いていたハイヒールにお酒、ワインを注いで一気飲みするみたいなことをしましたよね。それこそ私の気持ちっていうのは、その辺に生えてる雑草を食って100万円くれるんだったら食べますよって話なんですよ。私はだからね、お金を稼ぐ方法があるのに、それをしないってことをしないってことですかね。まあ今はね、もうだいぶしなくても済むようになったんで、こうやって隠居させてもらってますけどね。ということで、お金の使い方、時間の使い方、お金と時間の使い方のベテランは誰だということでね、ホームレスのお話をしてみましたけども、いかがだったでしょうか。